はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでミケさんですね。はい、トップバッターです。ホビーとライトのセット、3級セットを2つですね。で、とりあえずホビーとね、ここが違うんですけどね。うん、あとどっか違う、ここぐらいかな。ワンクロモトグラフって書いてあるのと、フォーエクスクルーシブね、レイウェーブ。はい、ちょっと置ききれないんで、とりあえずここに一個一個置いて、で、まあホビーライトね、開けていきます。今日、本日ね、6月3日の発売です。カタログ、ネットというかね、スマホでできるトップストーダルね。まあこういう、今までこう、あ、これも今まあ、ゲームって、まあ、ね、普通に思われてたものが、こう、e スポーツとかね、こう盛り上がってきてね。新しい時代になりましたね。はい。挟んでるのかね。はい。レギュラーが、こうなってんだな。2枚。で、これがインサートっすね。はい、グラストビニシウスですね。これね、デザインがなかなかいいなと思います。あ、色ついてる、パラレル。はい、これは通常ですね、うん、で、こちらがシリアルがないですね。ラファエル・レア AC ミラー。うん、表？いや、ないですね。うん。シリアルがないですね。ちょっと、電話かな。ちょっと待ってください。はい、ブラザーズです。すいません、今、BB 中で。発注だけしといていただかないと、その輸出の面であれだったんですよ。はい。はい。見にしてる。1行1枚なんですよ。いや、もう、こっちで直してあるので、こっちで後でやったものをまたプリントアウトしておきます。で、はい。全部で何枚ですか？じゃあそうですね。わかりました。はい。なるほど。わかりました。リストも完璧じゃないとダメなんですよ。もう今、すごいうるさくて。はい。はい。あとでじゃあ、ちょっとチェックしてみます。はい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 。どうも。すいません、ちょっと馴染みのお客さん。そうか、 CSG ね、今朝もね、ありがとうございます。よいしょ。これあれだね、3枚、さっきはパラレルが後ろに入ってたからですね。で、 RC はね、別にしておきます。こういう入り方してんだな。全部持って向けといてくれればいいのにね。さっきのこちらはシリアルがないですね。シリアルない光り方のもあるんだね、うん。で、インサート。で、ルーキーね。なるほど。
まあ、こっちは逆にレギュラーか。これ、後で最後に見るような形でいいですかね。で、こっちの光物だけ、インサートと光物、ルキですね。ジョナサン・デイビッドさんを見てった方がいいかなという気がしてきました。こうね。はい。おー、かっこいいですね。ファンダイク。うん。これもシリアルない。まあ多分、色がつくとこの辺がかなっていう気はしますけど。全部表向けといてくれればね。あ、光ってる。あ、こっちか。こうだね。こう。うん。ちょっと待って。いや。はい。ルーキーですね。これもシリアルがないですね。まあ、ルーキーの光も。リフト、このキラキラ。あ、パープルかな。はい。うん。ウサフさん。175ですね。シリアル来ました。シリアル。パック1何かしら来てますね。お、メッシュリフ。これバリエーション?どうだろう?なんかでも、通常のチャンピオンズリーグで見たときありますね。この光り方。で、これこうやって。全部、ね、表、ブレイク屋さんとかも大変じゃないかな。こうやって分けちゃうとね。いちいちこう、あ、いいのか。エリオット。これもなんか、フューチャースターズも、おつかにされてるんでしたっけ?青色?お、ルキだ。メンデスさんですね。150。パリ・サンジェルマンなんだ。ディフェンダーのルキー。はい。このメッシの写真は通常のチャンピオンズリーグ PB した時に見たことあるかな。50231?50231か。うん。多分まあ、通常のベースのリフ。うん。珍しいな、最近。ね。結構こうやって分けちゃうみたいな。デストさん。ひっくり返って入ってたりとかって。250ですね。こうだね。はい。ロドリゴ。ね、活躍してる。で、最後にベースだけバーッとこう、ね、ルーキーと分けながら見ていきます。あ、ベリンガムですね。フューチャースターズがだから、6パック1ぐらいな感じでしたっけ?なんかオッズ管理されてるという、ね。あ、サインだった。横型だったから。はい。まずは、ペドロ、ゴンサルベスかな。ねえ。はい。これは誰だったっけ?ブルーノ・フェルナンデスさんとかいたとこだっけ?ねえ。うん。違うっけ?なんかこの緑のしましま、ね。緑のしましま、まあカード的には、っていう3年前ぐらいになんか言われたことがあって。ね、他の選手どうなんすかって聞いたとき。はい。トーレス。これ3枚だね。フューチャーズ。と思ったら、ね。活躍しちゃえばこう、ね。こっちね。はい。ディアスさん、このキラキラはシリアルがないですね。リフト、このキラキラがね、シリアルがない。で、色がついた、ちょっともじゃもじゃしたやつもシリアルがない場合。はい、カイオ・ホルヘさんなのかな。うん。これのサインね、かっこいいですよね。はい。ちょっと初めなんでゆっくりやってますけどね。デイビスさんのリーフ。ここでホビーが最後ね。はい、ルーキーですね。はい、
ルーキーのリフが何枚かこう出たような感じです。こうか。はい。で、残りはベースだと思います。まあ、インサートが間入ってるかな。どうでしょうか。まあ、ベースも結構ひっくり返ってたりしますね。ネイマールね、アパメン君。デブルイネ。クリロナ。ね。あの、バリエーションはクロームの場合は最低でも光ってると思いますので、まあ一応届きましたら、全部のカードね、ご確認ください。サビッツァーか。まあ一応、ルーキーも、はい、気づいてる部分は分けておきますので。ロドリゴね、多分クロームはバリエーション最低でもリフになってるはずですね。まあこのデイビッドとか写真どうなんだろうね。50231かね、うん、普通っすよね多分ね、うん、そうだね。まあリフ系を気をつけてればいいんじゃないかなというところです。コーレパル中井さん、はい、ルーキーですね。カーティス・ジョーンズに似てる去年のルーキーのね、似た感じの写真ね。はい、ルーキーね。ルーキーが結構やっぱりいますね。3割ぐらいがルーキーなイメージでしょうかね。うん。はい。まあガビもいて、中井さんもいてという感じですね。まあ3位はルーキーで、まあシリアルさんと、あとリフと、なんだろうな。何リフって言うんだろう。キラキラしたやつは。トップさんは何て言うんだろう。キラキラした。キラキラは何だろう。こっちか。あ、ミニダイヤモンド。あ、違う、スパークルだ。ミニダイヤモンドはもっと、なんか、ね。あ、ミニダイヤモンド。スパークルだよね。うん、丸いのがちっちゃいやつね。リフが3対1。だから6枚。スパークルが箱 1.5 枚ぐらい。ミニダイヤモンド出ないよね。もっと細かいキラキラしたやつかな。ちょっとわかりませんけど。はい。とりあえず3、1枚ね。で、ライトの方。レギュラーカードは、ベース、ベテランベースとルーキー一緒にしておきます。ルーキーの光物は、ルーキーのところに一緒に入れておきます。まあ、いつも通り。ね、これは入ってるんですね。こっちも4枚ですね。こっちは普通に入ってんだ。ね。ルーキー。で、アデエミさん。通常だね、うん、はい。まあこっちはじゃあまとめて最後に見ましょうか。 CSG も今ねグループ分けしちゃってるんですけど、グレーディングの枚数でいうと業界2位になってるんでね。 CSG なんか全然ダメじゃねえかみたいな書いてる方いましたけど、枚数が全然来てなかった。難しいですよね。まあ反論したところで何ともないので何も起きないしね、しなかったですけど。
よいしょ。BGS の倍ぐらいになってますからね、今ね。月間のね、受注数っていうのが。これか、レイウェーブ。これが4枚出てくるという。まあ F1 の時もそうだったらしいですけど。ね、4枚出てくる。ベースカード的には一緒だと思います。まあ、バリエーションもあると思いますので。5231か。ね。まあ、ガビーさんのルーキーとか、その辺がね、まあまだ、ガビーさん、あ、これちょっと、色がついてると思ったら、199でした。ちょっと淡いっすね。はい。光の角度で一瞬こう、リフだなって思っちゃう場合はありますけど。なんかちょっと色ついてる。はい。ブツケスさん。これもレイウェーブ2枚目。一応4枚出ることになってます。お、カヨ君のリフだ。どうですか？はい。こちらはまあベースとパラレルを楽しむような一応ブランドの位置づけと。ルーキーのこれはパープルでいいのかな？そうですね。うん。ライトだからホビーのパープルっていうわけではないらしいですね。共通らしいですよね、これね。で、レイウェーブだけは、ブラックとホワイトのライト限定で。お、結構ルーキー光りますね。いいですね。はい。レイウェーブの3枚目かな。お、グンドガンさん。ねえ、いい選手なんでしょ。グンドガン。はい。もう一枚来た。あ、クアドラーさん。ねえ。はい。サインだとなんか、あーってみんな言いますけど。ねえ、いい選手ですよね。ガビさんのインサート。RC ついてますね。あの、ぬくぬくも、ねえ、ベース入ってんだね、ちゃんと。ぬくぬくくん。去年のルーキーが多いですね、フューチャースターズ。お、プリシッチ。205、ん ?50231 か。ね。はい、リフですね。バリエーションじゃないような気がしますけど、一応まあ、番号一緒の場合もたまにあるんで。ゴラッソのパティ。これのシリアル見てみて。パルマさん。はい。ダビド・ネレスさん。ゴデルミさん。はい。となりました。ね。よいしょ。レイウェーブ4枚とシリアルが出たような感じですかね。はい。で、2セット目のホビーです。はい。ちょっと一回避けようかな。レギュラーカードが。ルーキーはそうでもないですけど、ルーキー、ベテランの方がね、ちょっと山になってきて。ちょうどいいか、一回ルーキーも避けます。はい。じゃあ、ちょうどいいですね。200個目。2セット目のホビーです。こうだね。お、金か。お、バーナード・シーバーさん。これ金ですね、多分。バーナード・シーバー。C だよね。50シリの22番。バーナード・シーバーさんのサイン。金サイン。
ワンパック目から来ちゃいました。はい。はい。出ました。で、こちらのレギュラーの方はね、最後に見ます。よいしょ。はい。カマビン。インサートもこれひっくり返って入ってますね。キラキラ。はい。ペペ。はい。キャプツバにペペさんいたよね。そのペペさんじゃない。よいしょ。パープル。エダーソンさん。あ、これ250です。ちょっと待ってください。はい。224。シリアル。こうなんでこうインサートのとこだけひっくり返ってこうやって入れるのかな。仕分けしづらいっすよね。アーノルドさん50231か。ブレーク屋さんは大変そう。ケース丸々これひっくり返ってんのこう、まあでも彼らの場合はもうガッシャーってやってもまあそういうもんだってみんな思ってますからね。見慣れてる方が多いですから、ああいう。あ、275。これがダイヤモンド？これ、なんだ？キラキラだけど275だ。あ、ちょっとこう、クラックというかなんか、丸じゃないですね。あ、丸じゃないやつ、シリアルなんだ。あー。で、ただ光ってるだけってやつですね。枠がない。枠に色はついてない。それが275。はい。ネイマール。はい。グレイベン。バーチさんでしたっけ？オランダの方でしたっけ？アヤックスか。で、この丸のキラキラはし、あ、またライアンさん。シリアルがないということで。ファティ。ゴラッソファティ。ニコゴンか。まあ、ね、ガビさんも17歳今。これから18になるんでしたっけ。お、グリーズマン。50231か。通常なのかちょっとわかんないですけど。はい、ルーキーっすね。ティゲスさん。50231か、ルーキーっすね。色がなんか抜けててグリーン。グリーン色？アマドさん。あ、シリアルだ。225。アマド。はい。16番つけて。メンディーだ。うん。バリエーションじゃないね。よいしょ。シリアルとゴラッソってやつだね。多分これここに置いて。まずガビさんのゴラッソで、下が金のウェーブ？ウェーブっていうか、なんだろうね、うん。はい。ロビンさん、ゴーセンズ。これはシリアルないんだね。で、何かしらが箱1ぐらい。なんかの色がついてるのが、ホビーだと。そんな感じですね。シリアルの。まあ、たまたまかもしれないですけどね。箱1ぐらいですよね。この、もやーっとしたやつ。はい。ポグバ。5023。
1回くらいパラレルっていうか、バリエーション出てほしいなと思うんですけど、まあそんな甘くないですからね。はい、ルーキーですね。トーレさん。で、ルーキーね、ざっといっちゃいます。バルデさん。セスコさん。うん、確かなんか4割っていうか半分ぐらい近くルーキーだったようなね、気がしますね、通常版でも。ルーキーがいっぱいいるなーって。なんか言ってた気がします。通常の方もすぐなくなっちゃったんでね、うちもね、1週間も持たなかったか。ハーランね、プリちゃんはやっぱこの写真なんですね。はい。で、2セット目のライト。まあ、ホビーの方はね、はい、リフオートと、金リフオート。バーナード・シーブさんね。ようやく店長もそのプレミアリーグとか、その辺の枠組みが、最近よく、少しずつ分かってきました。最近です。やっとです。いや、これは、まとめて最後にカード。結構ひっくり返ってんだな、カード自体も。マニーさんはね、ブレイカーが開けやすいようなパックを考えたりとか、あと、ブレイカーの方があまり手間かかんないようにパッキングする。カードの向きを統一してとか、そういうの言ってましたからね、実際に。2016年、17年ぐらいの時の会議でそれを言ってたので、はぁ、すごいなぁと思って。まあ、こうやってバラバラしたのをこう正しながら、こう、カード整理するのも楽しみの一つかもしれないですけど、まあ実際片付けてみるとね、めんどいでしょ。だから結構 PB 頼まれる方はね、店長さんがこう片付けてくれるので非常にこう、コレクション、ね、ボックス開けた後が楽でっていうメールもいただいたりしますけど。はい。じゃあ行きまーす。ゴラッソのホデン。パープル、ルーキー？はい。ボットマンさん。これどこですか？へぇ、こういうチームあるんだ。へぇ。250シリ。さっきライトシリアル1とレイウェーブが何枚か出て、リフメンディ。リフメン。あ、中井さん。ね。で、シャビシモンズ。レイウェーブ。お、ルーキーですね。ブロベイさん。ブロベイ。ブロブベイ。はい。これにバリエーションってあるのかな？まあこれはこれだけですよね。多分ね。お、ペドリ。まあ一応ね、カップ付き2年目のね、意味ですね。リフ・ペペ。はい。大御所のペペさん。ペーペーさんバリエーションあったら、ないね。
ちょっと会ってほしいと思いましたけど。キエンリーン、サンリーフ。ルーキー。ルーキー。お、ビニシウスじゃないですか。ねえ。ロナウジーニョさんが彼は偉大な選手になるだろう。3年前ぐらいに言っててね。ほーって店長思ってて。5021か。はい。ルーキー。ルーキーは上位だけかな。まあ上位といっても、どういう分け方になってるか。あ、セスコいいんじゃないですか。なんか、たまにちょいちょい、クラブチームとか、こう出てきますもんね。名前がね。期待の若手、前衛、2003年生まれ。193の、フォワード?ほー。ヌクストレーバンド。どうなんすかね。へー。スロベニアの選手だ。かなり期待されてるのかな。うん。よいしょ。ペドリ。まあでもこうやって、あ、メンディー、ウェブ来ちゃう。はい。若い選手がこうやって RC、毎年4、50人ぐらいこう、チャンピオンズリーグだけでも、ね、出てくるんですから、やっぱりこう、プロスポーツは、ね、厳しい世界ですよね。かよくん、ちょっと気になってきて。あ、もう一枚来ましたね。まあ、シリアルはランダムなのかな。マネさん。はい。で、ちょっと待ってですね。サインは今こちらにね、2枚ローダー入れましたけど。まあ一応PB ね、シリアルは入れたいなと思ってます。まあローダーとかも、まあ多少は入荷できるようになりましたので。もう BCW の35ポイントのマグネットホルダー。もう2年半来てないですよ。発注して。2年半前に発注して、まだ来てないですよ。そんなもんっすよね、っていう、ね。メーカーさんが使っちゃいますからね、全然回ってこないですよ。高い値段だったらいくらでも取れますけど。従来のって考えると、ちょっと難しいですね。うん、シリアルも結構出ましたね。よいしょ。まあホビーでも300ドルぐらいしてるでしょ、アメリカだと。そしたらまあ130円かけたら39000円でしょ。そしたらライトと一緒にセットで買った方がかなりお得だと思います。はい。まあただお得と思うかは人それぞれですね。ね、まあ店長がこう仕入れられるものに関してはなるべく安価で出してきますけど、まあさすがにもう皆さんも感じてると思いますけど、はい、店長も後ろからこうもうやられてますから。はい。まああともう虫の息の状態ですからね。よいしょ。でもまあ世界情勢が今こうね、アメリカの方でも変わってきてるんで、すると買わないかってまた来るんでね、おいおい遅いよっていう風にしちゃおうかなと思って、よいしょ。はい、もうお店売っちゃったしっていう。そういう風にしちゃおうかなと。はい。まあ今のうちはね、まだやってますけど、このキラキラがこのなんだっけ、丸じゃないキラキラシリアルなんだよね。初めの方出てたのかな。丸だな。丸ですね。うん、丸ですね。まあシリアルの一環ですかね。あともう一枚。うん、
あとはちょっとルーキーの光物の方はルーキーの方に置いてありますので、まあ、一応色付きシリアル入りのカードは、はい、こんな感じになりました。なるほど。まあ、例年通りというかね、ルーキーも何枚か出たんですけどね、ちょっとバルサ系が絡んで、バルサか、あと、シティだよね。その辺がなんか人気らしいというぐらいしか店長わかんないですけど。はい。で、サインは、ね。かっこいいですね、横型も。それと、金サイン。はい。ということで、ホビーとライトのセットワンボックスずつ開封いたしました。ちょっと初めてなので、ちょっと長めにこうゆっくりやりました。はい。この後カード片付けて今日発送いたします。今日もちょっともう朝5時から、5時っていうかまあ4時半ぐらいには来てるんですけど。まあ今だいたい会議終わってまたね、はい。PB 先にやろうかなと思って。で、今日ね、発送しますんで。まあでも一応その、PB ちょっと時間かかりますと記載したんで、なるべくこうね、発送を選択してくれる方が多かったので。まあ割合的にはちょうどいいかなという感じかもしれない。まあここに入れる時間もかなり減ってきてるんで、まあそれもあるんですよね。まあでも全然PB ご依頼受ければ全然店長の空き時間でちゃんとやりますんで。はい。パワーでやりますから。はい。じゃあ、こちらでね。あ、で、またちょっと在庫を反映させたんですけど、まあ、再入荷は多少できるんですけど、まあちょっといつ届くかわかんないんで、あとまあワンケース分ぐらい今、ここで。在庫反映して終わり次第またちょっと入荷するまで在庫なしかなという感じですね、うん、はい、ぜひまたねチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。